本日ね、キコナチャンネルのまた特別版ということで、全国営業開始に、9月2日からなります P 北斗の拳8覇王の寝台撮影にキコナ豊中神津島店にお邪魔させていただいております。キコナ豊中神津島店店長の細場でございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、年齢は35歳でございます。とつけ45やろ生放送も深夜させていただいているので、そちらでも出ていただいてますんで、またよかったらあの動画等もチェックしてみてください。はいはい、面白い動画いっぱい上がってますんで。はい、競馬もやってますんでね。競馬もやってます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、本日ね、はい、北斗の拳8の覇王を打つんですけども、はいはい、こちらは、神津島では9月2日から。9月2日からです。はい、営業開始ということで。はい。はい、まあこちらね、島の方ずらっと北斗8あるんですけども、はい、まあこちら、打っていきますが、店長はまあ北斗好きということで、はいはい、好きなキャラがシンですね。シン、はい、はい、まあ多分シンもいっぱい出てくるでしょう、北斗の拳なんで。そうそう、相性悪いけどね。相性悪い。ああ、なるんやけどね。まあすぐ負けちゃいますけどね。そう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 。まあ一応今回ミドルタイプということで、はい、ちょっと当たりにくいかなと思うんですけど。そうですね。はい、大丈夫ですか。まあ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 、ただ当たったらね、やっぱ北斗なんで面白い思いますよ。はい、あ、面白い思う。あの、面白いと期待してますけどね。はい。じゃあ店長、注目演出、わかりますか？注目演出、全く知りません。全く知りません。ケンシロウが出てくるリーチが、はい、期待大。あ、なるほど。ということで。あ、それはわかる。はい。なかなかケンシロウ出てこないみたいですよ。あ、なるほどね。はい。まあ、注目演出に関しては、ね、まあ店長が言うように、ケンシロウがバトルするリーチですね。はいはいはい。で、あと、救世主国という国。はい、あとは、先は海ゾーンですね。はい。これ超トモゾン、超トモゾンで、あと、サミーさんはやっぱりキリン柄が厚いということで、ね、この4大注目演出が出れば割と大当たり期待できるんじゃないかなと思いますんで、じゃあ豪商リーチもねあるからね。そうですね、今回あの豪商の、リーチ、これめっちゃ久しぶり、懐かしいリーチですけど、そうそうそう、まあ、こちら、楽曲が、成功すれば豪商リーチの方に発展するということで、あの注目してその辺見ていきたいなと思いますので、はい、本日は店長、じゃあよろしくお願いします。あ、お願いします。じゃあ早速シダやっていきまーす。お願いしまーす。大当たり確率通常時 319.7 分の1、高確率 54.3 分の1、確変継続率 66%、大当たり出玉10ラウンド約1500発、4ラウンド約600発、時短回数50回、へそ大当たり10ラウンド各辺が 20%、 4ラウンド各辺が 46%、 4ラウンド通常が 34% です。そして電柱確率10ラウンド各辺が 40%、 4ラウンド各辺が 26%、 通常が 34% です。スーパーヒー。じゃあ、店長ね、はい、早速シダお願いします。よろしくお願いします。チャンスはでもチャンスじゃないですもんね。あ一応赤文字やね。赤文字。これは連続予告何回ですか？2回。あ、ダメやな。弱いな。ずっとアイコしてるやん。アイコ。アイコ。天帝編はあれか、その、凛のあれですよね。そうそう。お姉ちゃんやったっけ。妹やったっけ。お姉ちゃんか。おおおおおお。
お、ひょう。ケンシロウの兄ちゃん。お、ギミックコーチ行きましたね。ピピー。お、初発展。白文字。今日は人気ありますもんね。あんま興味なさそうですね。緑は弱いか。弱いな。やっぱキリン柄とかでしょうね、北斗やったら。まあまだね。まだまだまだ、北斗のキャラやったら誰が好きなんですか？私はシンですよ。あ、シンが好きなんですか？意外。なんでですか？なんでやろ。なんでやろ。まあ、ぶっちゃけ初めてケンシロウに勝った男ですよ。あー、まあ確かに最初強かったですもんね。そうそうそう、まあ真に負けたから強くなったんですもんね。そう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 、ユリアを奪われたからね。そう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 、真好きな人って案外少ないと思うんですけどね。あー、俺もそう思う。ただね、はい、まあまあ意外やった。あの、たらればやけど、はい、真が一番強いんちゃうかなという勝手な思い込みですよ、ナント政権の中で。あれ、サウザーとかより。あー、ほんまはね。おー、あの時怠けてなかったらね。怠けてまあもうユリアのためやったらね。そう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 、何でもできますからね。でラオウが迫ってるとなれば悪者の役になるという優しき心も持ってるわけですよ。クッパヒー、ちょっと違い、あ、店長これ今のいいんじゃないですか。いや、もう騙されへんと。俺はいや、あの、北、え、でもケンシロウとユリア、いや、俺はもう騙されへんで。前回でほら、あ、ならなんもないんかな、あれ。ケンシロウとユリアのあれでしたけどね。なんか急に大友あ、弱いか。お、お、これは新しいぞ。あ、ケンシロウ、あれ、あー、ちゃうんか。お、ちょっと頼むわ、もう。おーおーおー、いいですよ、店長。変わった、もう頼む、ワンチャンやで、もう。もうワンチャンや、ワンチャン。あー、熱い熱い。あー、もうこれで当たらなかった、バカわ、もうもう終わりやで。いや、救世主号来ない。うわー、来ないか。あ、でもケンシロウリーチですね、これ。あ、店長、これ多分結構熱いリーチだと思うんですけど。いやいや、もう暑いとか寒いとかもうどうでもいいから当たって。いや、ただ予告がちょっと世紀末ねてっけ、救世主予告なかったですね。いや、ただでもね、あのユリアとケンシロウのカットイン、
熱いんちゃうかなと思うんですけどね、あれ。これでね、当たってくれたらね、参考にもなるんですけどね。ただキリンが全然絡んでないという。おお、ドライブギア、え、おお、よっしゃー、当たったやろ。やっと来た、やっと来た。で、じゃあ顔お願いしていいですか、カメラ。映ってない、映ってない。いや、多分店長見てなかったと思うんですけど、はい、これが、ステージチェンジの時にユリアとケンシロウのカットイン出てたんですよ。ああ、全然見てなかった。長かった、長かった、とりあえずホッとした。さあ、これで格上入るか。よかった、長かった。続くかどうかっていう話だね。はい、573回ずっと続いてもちょっとあれやけどな。とりあえずあれですね、通常かもしれませんが、ここからバトルボーナスですね。ここでバトルモード、バトルに勝てばバトルモードに入りますので、ラオウを倒してください。わー、懐かしいな、これは。はい、バトルに勝てば各編です。負けたら、電サポ50回の激闘モードに入ります。あ、やばい。あー、ゴーショーハやばいっすね。あー、避けろ避けろ避けろ。おー、格変じゃないですか。おー、すごいよ、これ。おー、いい、大丈夫、ちゃんと入ってるよ。格変入りましたよ、店長。やりましたね、ケンシロウ。強いっすね。あー、よかった。ちょっとまともな映像が。あれ、これ誰な、これは、まあ、一番上からかな。それがケンシロウですね、多分。これで、多分10ラウンド確変かな。じゃあ、4ラウンド確変か。 46% 入りました。で、ここからバトルモードに入ります。ステージがね、4ステージあるの。サウザー出たらあかんねんな。37ズガラゾロ以外の4ラウンド当たりはバトルモード再突入ということになってますね。37で当たれば、小当たりラッシュプラスになる当たりになるので。確変中の、確率が54分の1なので、お、死闘ゾーンやったよ。きっとこの間に当たればあれじゃないでしょうかね、負けがないとかいう感じだと思うんですけどね。じゃあここでテンパイすれば逆にいいと思いますよ。あ、そうだろ。あ、なるほど、体勢当てが変わっていく。あら、また深夜。あれ、けど死闘ゾーンは多分ね、テンパイした方がいいと思います。あ、そうなんや。あの間に多分当たれば、負けがないやつやと思います。まあ、54分の1なんで、そこハマるかもしれないですね、右打ち。お、店長今キリンフラッシュなりましたよ。うわ、サウザーがアミバしかないっていう話やね。店長これ多分あれです、確変濃厚ですよこれ。はい、あ、ほぞ、今のキリンフラッシュなってました。全然見てへんわ。はい、アミバー、はい、おめでとうございます。あ、よかった。ただですね、4ラウンド確変なのか10ラウンド確変なのか、今のところ4図柄なので。よかったよかった。でしょ、キリンフラッシュ鳴ってたの気づいてなかった。見てなかった。ヒューンって音鳴ってましたよ。
思いっきり隣見てた自分の台集中してください。おーおおおビジョンが派手っすね。さあこれでアミーバ倒しましたけども、図柄は変わらない。こっからおお、いけるいける。おい、お店長、これで10ラウンド確保編7図柄なので、小当たりラッシュゲットですね。ラッシュゲット、はい、よかった。最後に進撃ラッシュ、最後に絵が撮れたわいや、とりあえずあのラッシュ回してくださいね危ないはい、今回のね、北斗8の目玉だと思いますので、次世代型ハイパーボーナス10ラウンド大当たり1500個プラス究極小当たりラッシュ、獲得しました。小当たり確率がね 1.19 分の1ということなので、まあ、ちょっとどれぐらい球が増えるのかがわからないんですけどもね、今からちょっと見たいと思いますね。店長ハマるからどうなるかと思いましたけど、見せる、やっぱり見せる時間ちょっとかかったけど、よかったわだいぶお疲れですけど、あー疲れた疲れた言わんといて、いやーほんま疲れた、やっぱしんどいね。久々にあの500も600も回したから、いやほんま何年ぶりかやで、いやほんまにそれはね、普通は打たないもんね。あ、いや、まあでも良かったですよ。大変や、小豆島北斗8何台でしたっけ。20台ね。えやっぱりお客様に座っていただかないといけないんでね。ほんまや、危ない危ない。店長自らちょっとイメージ悪いわあのサミーさんから怒られるレベルですお前で、はい、当ててくださいよ。いやいやラッシュセレクト変えれるみたいですけどね、横でラオウ、ラオウやってみます。やっぱラオウみたいでしょ。男性のね、お客様やっぱラオウ率高いと思いますね、北斗は。そうそう、ラオウ率高い。前え？え？今ちょうどあの小当たりラッシュ中になりますので、これをね、この間にあのずっとはまればもっともっと出玉増えますけどもね。あ、やばいもう終わり？もう小当たりラッシュは終わり。はまらなかったね、10回転。早かった10回転。これ龍拳出たらやばいですよね。龍拳出たらやばいね。あ、でも消えましたんで。あ、消えた。不動や、不動声。あ、チャンス。え、これどっちも強いんちゃん。いやいやいや、不動とジューズはまだいいですよ。まだええんか。はい。ただズダラ6ですもんね。龍拳消えただけでね、とりあえずホットはできるんですけど、ね、あとこのバトル開始の文字の色とか白ですね。あ、連打先生欲しい。あー、ジューザー。いや、やっぱラオウ。あ、なんかもう勝手に当たったね。いや、もう入ってたんでしょう。入ってたよな。いや、そらラオウがジューザーに負けるはずないですもん。多分上の2人が消えた時点でもうかなり熱いんでしょうね。おりゃー、
店長どうですか、過去編入ってから。いや、まあまあおもろいじゃん、これ。おもろい。やっぱ当たったら北斗はおもろいね。まあもちろんね、当たったら何でもおもろいんですけど。いや、やっぱ北斗はおもろいね。面白い。ああ。なんかこのバトルとかもやっぱこうちょっと思い出しますよね、昔の北斗。そう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 。なんかセブンとかとまだちょっと違うので。違うね。やっぱこの辺は昔思い出すからね。多分あの暑いところとかも多分似てるんでしょうね。赤文字だったりとか、あの下のチャンスアップの小物がないととか。一応これボーナスってことなので、多分4ラウンドあたりかな。店長セグ分かります？右下かな。4ラウンドですか。ああ、4ラウンド。4ラウンドですね。また、まあ、26% の方を引いているので、またここから、過去編は継続なので、まあ、ここでまた3と7の当たりを取れれば、またさっきの、ラッシュに入るという、ずっとループしていくと、まあ、大量で玉取れるって感じですね。来ました。あ、これは来るな。お、これは勝てるんじゃないですか。これ連打確か7回目とかの時に一発告知鳴るとかあったんちゃうかな、昔の北斗だったら。あ、これでも強攻撃ちゃいます。ああ、強攻撃や。やばいんじゃないですかこれ。うおあ、やばいやばいやばい。めっちゃ長いやこの連打。強攻撃13に負けた。ハマった後にね、これ終わる。あるある。あ、でも流れ星あんのかな。あ、関係ないんや。なんかね、案外わーって流れ星なったら復活確定とかありそうやったんですけど、なかったっすね。これで G ターン50回になりますね。なんや、なんか発展したぞ一応。バトルなんか戦ってんで。ああ、残念残念、そう合わないわな。ちょっとドキッとしましたけどね。お、無双転生やで。あれ
あれだ。残念。あ、なんか終わり方が終わりました。負けた負けた。スーパーヒーということで、店長お疲れ様でした。はい。なんかだいぶ疲れてますね。疲れた。はい、本日は新大の、P 北斗の剣8覇王シダお願いしましたけれども、全体的な感想じゃ簡単にお願いしてもいいですか。もうちょっと早く当たる予定だったんですけどね。結局まあ600手前ぐらいまでちょっと持っていかれましたね。持っていかれましたね。はい。まあ、ちょっと熱い予告があんまり絡んでなかったんですけど。全くですね。はい、当たったリーチだけですね。まあケンシロウリーチでもそのまま当たった感じではあるんですが。はい、そうそう、まあ、あの、過去編にも入りまして、一応、右打ち、バトル、はい、コアテジャッシュもゲットできましてね。はい。まあまあまあ、一応ね。はい。まあ、相対的に、こんな感じですっていうのは、はい。取れたかなと。まあ、店長、北斗好きなんでね。めっちゃテンション下がってますけど。ちょっとね、当たりが、はい、当たりが深かったね。深かった、はい。もっと簡単に当たると思ってた。ね、まあ、簡単とは言えないけど。はい。まあ、小島、全部で台数何台でしょうか。20台ですね。20台。まあ、実は営業開始ということですね。9月2日から、ね、全国営業開始になりますので、はいはい、でね、まあ、この動画が上がる頃は、9月2日になっております。はい、そうですね。地域最速ですね。あ、最速になるんですか。はい、そうですね。あら、じゃあもう朝からお客様多分、北斗の拳8めがけて来ていただけると思いますんでね。はい、ぜひぜひ、店長見かけたら、引き弱いのーって言ってください。ああ、見てくれてありがとうございますってね。はい。いうことでしょうけどね。はい。あとなんか特に告知ないですか？大丈夫ですか？ございません。ないんかい。まあまた9月もね、新台入る予定にはなっておりますので、はい、ぜひ P ワールド、チェックいただいて、気候な豊中神津島店遊びに来ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。ニコ生の方もね、ぜひよろしくお願いします。はいはい、はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。さよなら。